トピカはアメリカ海軍の軽巡洋艦、クリーブランド級軽巡洋艦の11番艦、後にミサイル巡洋艦へ改装され、プロビデンス級ミサイル巡洋艦の3番艦となる。艦名はカンザス州トピカにちなむ。その名を持つ艦としては2隻目。トピカは1943年4月21日にマサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチール社で寄港し、 1944年8月19日にフランク・ジェイ・ウォレン夫人によって浸水。1944年12月23日にボストン海軍交渉でトーマス・エル・ワットルス艦長の指揮下収益する西インド諸島での成長及び成長後の補修が完了するとトピカは太平洋艦隊に合流するため1945年4月10日にボストンを出港する。 翌日系巡洋艦オクラホマシティと合流し、2隻はクレブラ島、グアンタナモ湾経由でパナマ運河に向かう。4月19日にパナマ運河を通過し、翌20日に太平洋艦隊に合流する。翌日2隻は新珠湾に向かい、5月2日に到着する。ハワイ諸島で3週間近く砲撃訓練を行い、その後第18巡洋艦部隊の機関として西へ向かう。 6月1日に、ウルシー艦渉に到着し、3日間の停泊の5空母、ロノムリシャール、オクラホマシティ、駆逐艦、モール、リングゴールドと共に出港し、第38任務部隊に合流する。高速空母部隊との最初の巡航でトピカは、空母の護衛を行い、空母関西機部隊は、沖縄、日本本土へ3度の攻撃を行った。6月8日に、 第38任務部隊は九州の鹿野屋飛行場を攻撃した。翌日沖縄本島から200マイル西の沖野大東島を攻撃した。第1回目の戦闘巡航における最後の攻撃は6月10日に行われた。第38.1任務軍の関西機部隊は南大東島の飛行場へ攻撃を行った。トピカを含む護衛艦隊は島の他の施設に対して 攻撃を行った戦闘が終了すると、トピカは、第38.1任務軍の他の艦艇とともに、レーテ島のサンペドロ湾に向かう。1969年1月30日に、トピカは、メイポートを出港する。バージニア州ヨークタウンに寄港し、搭載砲を撤去した後、ボストンに2月5日到着する。ボストンで不活性化を完了し、6月5日に、 退役する。トピカはフィラデルフィアに敬遠され、予備役艦隊入りする。トピカは1973年12月1日に除籍され、1975年3月20日にサザンスクラップマテリアル社にスクラップとして売却された。トピカは第二次世界大戦の戦考で2つの従軍聖賞、及びベトナム戦争の戦考で3つの従軍聖賞を受賞した。 ありがとうございます。